いでお父さんたちに追いつこう。いいぞ。お、すっごいパワーだ。したことなさそうだな。誰か言っぞ。あいつがバビディっていうやつか。いえ、違います。誰か出てくるぞ。ドープラ、バビディのやつ、暗黒魔界の王まで手の内に入れてしまったのか。え、ダブラ、どっち、出ておうか。そうです。ということは、あのちっちゃい方が魔導士バビディなんですか。そうです。力は全く非力ですが、恐ろしい魔術を使いますので、決して侮ってはいけません。バビディの一番恐ろしい魔術は、相手の心の中の悪や欲につけ込んで、思いのままに支配をしてしまうところだ。だから私たちはお前たちのように心に悪を持たぬ者しか戦うことはできんのだ。ほうほう、こいつに満タンのエネルギーなの。よくやったね。これで魔人ブー復活にかなり近づいたよね。これでもお前たちは御用済みだよ。ぷいぷい。はい。さーて、ダーブラ、やっぱし僕の計算通りヤムーたちはたくさんの餌を連れてきたようだね。ずっと昔、僕の親を殺しちゃった海王神と一緒に。海王神とキビトのエネルギーは使えないとして、3匹ほどは素晴らしいエネルギーを持っているようですな。あの3匹以外のクズをお掃除して宇宙船に戻ったら、奴ら必ず追ってくるよね。そこでエネルギーを吸い取るのが一番確実だよね。なるほど。そうだ、海王神はお掃除しないでね。海王神はこの僕が後でじっくりと始末してやるんだ。わかりました、バビディ様。じゃあ任せたからね。はっ。さて、やるか。キビト、
しまった。クリリン、ピッコロ、触ってはいけません。二人は石にされてしまったのです。ダーブラが死なない限り元には戻れません。なんだ、あるんじゃねえか、そんな簡単な方法が。とっとと帰るんだな。バビディ様には誰も逆らえんのだ。行くぞ。お待ちなさい。行こう、お父さん。やつを倒してクリリンさんとピッコロさんを助けなきゃ。あっためだ。ふん。なんだここは。やけにさっぱりした部屋だな。気をつけてください。何か罠があるのは間違いありません。あなたたちにだけ何も攻撃しなかったのはどう考えてもおかしい。悪いな、俺たちはじっくりと待つのは苦手でね。バビディ様がおられるのはこの一番下のフロアだ。ただし残念ながらこの俺を倒さなければ下には行けない仕掛けになっている。つまりお前たちはここでおしまいということだ。いや、多分そんなことはねえと思うぞ。誰からやるんだ。ここは公平にじゃんけんでいきましょう。まあいいだろう。よし、行くぞ。じゃんけんポン。しょ、よし、まずは俺からだ。一人で戦う気なのですか。
当然だ。あんなやつ一人で十分だろう。こいつは本格的なバカだぜ。さっきも言ったが、ここからはもう逃げられんぞ。お前たちが受けたダメージはエネルギーとしてこの部屋が吸い込み、魔人ブー様の封印された玉に行くようになっているのだ。それを聞いて安心したぜ。さっさと貴様を倒せばエネルギーは奪えないってことだろう。そういうことだ。だが残念ながらそんなことは不可能だな。おしゃべりはここまでだ。早く済ませちまおうぜ。かかってこい。おっと、宇宙船を壊されちゃたまらないからね。パッパラパな、何、何が起こったの？どこ、ここ。バビディが魔法で部屋を変えてしまったのです。多分あの戦士にとって有利な場所に。それがどうした？さっさと終わらせてやる。それはこっちのセリフだ。どうした？体が10倍の重力など俺には何も感じない。ガリック砲ビッグバンアタック、スナイプ、スナイプショット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 、バビディの野郎、つまらん相手をよこしやがって。お、見ろよ、下行く穴が開いたぞ。エレベーターってやつみてえになってんだ。そんな、これほどまで。またさっきと同じような部屋じゃねえか。
もしゃー、なんだかとろそうなやつだな。あ、あれはもしかして、ヤコン、魔獣ヤコンでは。勝負を早く終わらせるために、これからお前の大好きな真っ暗闇の世界、暗黒星に連れて行ってあげるからね。たっぷりとエネルギーをいただくんだ。グホッ、ドイツから食ってやろうかな。オラがおめえの相手だ。まず一匹。この分だと魔人ブーというやつも大したことはなさそうだな。
ただ者じゃないよ、あいつら。いいです、わかりました。次は私自らが行って差し上げましょう。そしてたちまちのうちに魔人ブーの玉を奴らのエネルギーでいっぱいにしてみせますよ。ダーブラ、お前がやられたらもうおしまいなんだよ。賞賛はあるんだろうね。賞賛？私は魔界の王ダーブラなんですよ。私にパワーで勝るものなど全世界で存在しません。ダーブラ、ヒアコンを倒しここまで来られたのは人間としては大したものだ。奇跡的とすら言える。褒めてだがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。戦士たちの大誤算？迫る魔人ブーの復活。ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、貴様らは。無駄口を叩くのはそれぐらいにしてさっさとかかってこい、貴様らまとめてな。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと？バビディ様、戦いやすい場所に移動させてください。分かったよ。パッパラパよし、早くあいつを倒してピッコロさんたちを助けなきゃ。暗黒魔界の王の力を教えてやろう。私を舐めたことを後悔させてやる。行くぞ。いや、私と比べられては困るな。
あいつ思ったよりずっと強いじゃねえか。ふん、それにしても勝てない相手じゃない。情けないやつだ。ガキの頃の方が強かったぐらいだぜ。あいつ本当にサボってやがったな。チッ、イライラさせやがる。ん？ゴハンが激闘を繰り広げている頃、ビーデルは天下一武道会会場へと引き返している途中であった。ビーデルさん！あ、ゴーテン君、なんでこんなところに？うん、トランクス君がみんなを追いかけようって。パパたち、なんか面白そうなことをしてるんでしょ？ずるいじゃん。あのね、みんなは遊びに行ったわけじゃなくて。仕方ないわね。事情を説明するわ。
というわけなのよ。それでみんなそこへ。うん、魔導士、魔人、すげえ。聞いたか横手。うん、面白そう。なえ、あっちだよね。ちょっとあんたたちまさか行く気じゃ。急げ、早くしないとパパたちが敵をやっつけちまう。やだやだ、見たい見たい、マジブってやつ見たい。ゴー、やっほー。嘘、その頃、ゴハンとダーブラとの激闘は未だ決着がついていなかった。くそ、イライラするぜ。よし、この俺が終わらせてやる。そりゃねえぞベジータ、やらしてやれよ。別に完全に負けてるわけでもねえんだしよ。こんなお遊びはどうでもいいんだよ。俺はこんなことさっさと終わらせて、貴様と早くケリをつけたいんだ。そのためにあんなくだらん武道会に行ったんだぞ。バビリー様、とてもいい発見をしましたぞ。これで復活しますぞ、魔人ブーが。おい、逃げるのかお前。逃げる？違うな。このダーブラが戦うまでもない、うってつけの戦士が見つかったのだ。なんだって？どういうことなのダーブラ。奴らの中の一匹にとても強い邪神を持った者がいたのです。あれほどの邪神があれば十分こちら側に引き込めますぞ。そうか、同士打ちをさせればエネルギーはたっぷりいただき、そして魔人ブーはついに復活。なんだってあいつ。よくわかりませんが、自分が戦うまでもない、うってつけの戦士が見つかったって。見つかった？見つかったっちゅうのはどういうことだ？はっ使わせてもらうぞ貴様を。はっ、やはりそうか。ベジータさん、悪い心をバビリーに利用されようとしているのです。無心になりなさい、何も考えてはいけません。うるせえ、ガタガタ抜かすな。いいぞいいぞ、もうこっちのもんだよ。ついでに秘めているパワーを限界を超えて引き出してあげよう。ベジータさん、あんなやつに操られないで。しまった。いいぞいいぞ。ではいいところで戦わせてやろうか。パッパラパ
武道会場。なんだあいつら。突然現れたぞ。さあ、なんと言ったかな。ベジータ。そいつらからエネルギーを奪うんだよ。思いっきり戦いな。うるせえ。俺の目的はカカロットだけだ。他の奴らなどどうでもいい。なんというやつだ。まだこの僕に完全にコントロールされないでいる。こんなやつは初めてだ。まあ別にいいけどね。おい。さあ、俺と勝負しろ、カカロット。これ以上死体の山を増やしたくなかったらな。いけません、孫悟空さん。ここで戦ってしまったらバビリーの思うつぼエネルギーを吸収され確実に魔人ブーは復活してしまうのですよ。オラに本気を出させるためにわざとバビディの術にかかり自制心をなくしてあんなことをした。違うか。なんだって。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からはいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなこと？バカなことだと？この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。バビディ、周りに誰もいない場所に帰ろう。オラはベジータと戦うことにした。お待ちなさい。どうしても対決したいというならこの私を倒してからになさい。お父さん。わかりました。お好きになさい。すまね、カヨシン様。望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパー。あなたたちは心置きなく対決なさい。私と孫悟飯さんはこの入り口を壊してバビリーやダーブラたちと戦ってきます。ショックを与えて魔人ブーが出てしまってもしょうがないでしょう。どうせならあなた方のダメージエネルギーを吸ってフルパワーにさせてしまうよりはマシですから。運が良ければ復活を食い止めることができるかもしれませんしね。そうはさせるもんか。ベジータ、やめさせるんだよ。邪魔者は始末しろ。さあ、やれやるんだ。断る。海王神たちが何をしようと俺の勝負には関係ないことだ。何？もう一度だけ言うからね。
太陽神を片付けてしまうんだよ。さあベジータ。言ったはずだ。俺はカカロットと戦いたいだけだと。俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の気配になんかなってたまるか。体と心は支配されても誇りだけは思い通りにならんぞ。信じられない。バビディに支配されながら逆らうことのできる人間がいるとは。それほどまでオラと決着をつけたかったんか、ベジータ。こんなこと初めてだよ。なんというプライドの高いやつだ。構わないではありませんか、バビディ様。どちらにしてもあいつの役目はエネルギーを奪うことなのですから。むしろ海王神たちはこちらに呼び寄せた方がよろしいかと。無理に船に衝撃を与えられて魔人ブーがパーフェクトな力を持つ前によみがえっては面白くありますまい。なるほど、そうだね。パッパラパー、ようこそ。ベジータ、やるか。ベジータ、おあつらえ向きのいい場所だ。そう思わんか、カカロット。おめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにしたくねえ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。ふっ、さすがだな、あの時のご飯以上のパワー。こりゃ早く終わりそうにはねえな。行くぞ。押してやろう、かかろうぜ。修行したつもりだがな。僕の告白なんてよ、おめえはオラ以上に修行してたんだな。確かに
様以上の特訓はしたくない。貴様は俺のさらに上を行く天才だ。いつまでたってもその差は変わらない。密かに決心した。バビディの手下にされた二人は前より強くなっていたし、俺も奴に支配されれば貴様との差がなくなるんじゃないか。その通りだった。気に食わない手段だった。強くなりてえだけで相手の家計をめが、あんな奴に支配されたっちゅうの。待った、せず貴様と徹底的に戦いたかったんだ。気に入らなかった。知らないうちに貴様たちの影響を受けて穏やかになっていく自分が、俺ともあろうものが家族を持ち、悪くない気分だった。居心地のいい地球も好きになってきてしまっていたんだ。だから元の悪人に戻る必要があったんだ。おかげで今。本当にそうか。あの地球人に勝てる自信はあるんだよね。当然です。あんなゴミ間違いなく片付けられます。ん？もう一気にエネルギーが。そうか。お父さんたちはスーパーサイヤ人をさらに超えたレベルで戦ってるんだ。だからそのダメージもものすごい。出る、魔人ブーが出るよ。どうせフルパワーになってしまったのなら、せめてこれぐらいの抵抗はしてやる。
空っぽだ。違う。そんなはずはない。出てこい、出てこいったら、魔人ブー。残念だったな、バビディ。魔人ブーは今の攻撃で消滅してしまった。私はバビディをねじ伏せてみせます。あとはあなたがダーブラを倒せば、バビディの野望は完全に消え失せるのです。凄まじい気が膨れ上がっている。 これは。え？あ、さっき玉のところから出ていた煙が、雲、いや、さっきの煙が集まっています。おい、